はい、どうもブリーダーズ358フレブル社長ナレーションでお送りいたします。いやー、こちらの動画懐かしい。いつだろう、丸がねうちの家に来たての時だから、もうねかれこれ1年ぐらい前の動画になるのかな。そうそう、丸はね群馬の県社から里親に、俺が里親になるっていうことでね、繁殖引退犬を引き取ってきたんだけど、来た当初はね鼻の脇にねなんか実際ポコッとしたなんか出来物みたいなのができててね、あ、それはもう消えないってか、まあ、こういう犬なんだなみたいな、人でいうところのなんか顔に、お、千正雄の額に大きななんだほくろがあるみたいな感じで、丸の顔にはこういうポツがあるんだなと思ってたんだけど、今となってはそのポツは消えてなくなり、丸の顔は綺麗なものです。で今日ね久々というか、なんか変なボタンを押したら昔のこの1年前ぐらいのね動画が出てきたからね、あ、どうせ撮影してねえしちょうどいいってことでね、これをね懐かしく振り返りながら今こちらの動画ナレーション入れてます。この頃はねエース福もまだ加入してなく、丸が一人でねうちに来たての時でございますね。やっぱりね環境が変わったからかね、当初はね俺にべったりだったよね。なんてんだっけ、犬もさこう人と一緒にいないと不安になる、なんかそういった病気とはまではいかないけど、そういった傾向が見られる犬があって、マルもねどちらかというとね一人がすごい苦手な犬でした。昨日なんか久々ね留守番半日することがあったんだけど、福と丸2匹でね家にいてたんだけど、丸ね俺の布団にね3回おしっこしてた。びっくりじゃね。一箇所ならまあまだ報復としてわかるけどさ、3回ってもう俺の布団がトイレだと思ってるぐらいにね、ちゃんとシミがね3つ残っててね、今日布団外でホースで水かけてね丸洗いしました。丸はねこうやって腕枕の俺の脇にね顔をうずくめて寝るのがねとても好きでね、ほらなんか鼻の上にさポツッとなんか肌色の穴が見えるでしょ、これがね今はもうなくなっちゃったんだよね。一体このポツは何だったんだろうっていう感じですね。気がついたらなくなってたで、そういえば。今はね、福と丸と俺で3人で寝るんだけど、この腕枕ポジションをね、争ってね、丸と福がね、すごい仁義なき戦いをね、夜繰り広げるんだよね。丸はさ、頭が良くてさ、福が寝入った時に遅れてやってくれば、服の上に自分が乗っかることで俺のこの腕枕ポジションをゲットできるということでね、時間差でやってくるという荒技をね最近覚えたんです。丸って賢いよなと思います。まあ、その点ね服はいつもね勢いよく全力疾走でね一番乗りで来てくれる、まあ、そういった服もねとっても可愛いんですけど、まあ、そんな感じで、いや丸もやっぱり1年経つと顔が変わるんだなということで、また見てください。さようなら。